あまりにみんな生活コストを上げるっていうのをやりすぎ。年収1000万あっても、それなりにいい暮らししようとすると、貯金できるのって1年間に100万円なんですよ。普通にサラリーマンとか公務員でお金を貯めるって大変なんですよ。ふと気づいてしまったんですよ。ハテナ匿名ダイアリーに、なんか6000万円の遺産をもらったお母さんが、すげえ散財して、結局借金が増えたみたいなのがあって、で、基本的に、ほとんどの人って、お金が増えると多く使うんですよ。で、多く使った結果、それでも維持できた人は金持ちのままなんですよ。要するにその、じゃあ例えば会社成功しました。で、もともとじゃあ200万円ぐらいの年収で暮らしていて、じゃあ1000万円になりました。で、1000万円が維持できた人は、1000万円の生活をし続けられただけで逃げ切ったって話なんだけど、下がった状態に合わせられる人ってなかなかいないんだよね。要するにその収入が増えると必ず生活レベル上げちゃうんだよね。だから収入が増えて生活レベルを上げなかった人ってものすごい稀有な気がしていて、知り合いに金持ちは結構いるんだけど、生活レベルをほぼ上げてなかった人って僕知り合いで多分ね、一人ぐらいしかいないんだよね。まあ、その人も最近ちょっと使うようになったんだけど、だから多分、だから僕金持ってる人って知ってる人で行くと多分、数百人ぐらいは見てると思うんだけど、普通の人と同じ生活レベルで金使わないなっていう人って、本当に僕見たのが多分、数人のレベルなのよ。だから、結果として人間って多分、収入が増えると使っちゃうものなのよ。それが普通なの。だから、その、6000万円使い切った人をみんなその馬鹿にした感じだったんだよね。で、結局その6000万円使い切って散財した結果、また貧乏の生活に戻ったっていうので、頭悪いみたいな感想でみんな見るんだけど、ほぼ人間ってそうなのよ。堀江さんは稼ぎ続けるっていうのをやり続けるタイプ。だからその、要は、生活のコストを上げても、その分稼げばいいだろうっていうので、ガンガン戦う人は。で、金持ちって大体そうなのよ。だからほら、まあ、外資系の金融マンになりましたっていうのでさ、年収1000万から年収1500万、2000万っていうので、で、ずっとお金を稼ぎ続けてれば、別にコストが上がっても何の問題もないのよ。なので、そこの最初から上げないっていうことで、生きてる人って実はものすごく少ないのだということに気づいてしまったんですよ。この話は全然別のパターンがあって、元から金持ちっていうパターンがあるんですよ。元から金持ちの人って、金の額増えてないんですよ。だから、要は、お金がない人が収入増えました。で、コストも増えましたって、こう上がるんだけど、最初から成金ってまずこういう状態なのね。だから変わんないのよ。これがね、こうなったら変わるかもしれないんだけど、生まれた時から金持ちですっていうのはこのラインなのね。で、まあ、資産が資産を生むから、こうちょっと上がるんだけど、なので変わんないっていう。っていうパターンで、その一台で収入増えましたっていうのとはまたちょっと違うので、この元から金持ちの人が果たして、その、この上昇カーブに行かないのかっていうと、それもまた疑問っていう。NFL で、ほら、アメリカのフットボールで何億円みたいな年間稼ぐ人たちっていうのがいるんだけど、NFL を辞めた途端に破産する人って多いんだよね。結局、毎年何億円もある生活っていうのを変えられなくて、で、そのまま生活破綻しちゃって、で、借金売っちゃってっていう人が結構多くて。まあ、あと、宝くじ当たった人の多くは不幸になるっていうね。そんなもんなんですよ。だから、多分ね、人間ってそうなんだと思うんだよね。これがなんか、否定する人は多いと思うんだけど、多分、大多数の人間そうなんじゃないかな。お、知り合いの医者収入倍になったけど何も変わらん。うん、そういう人も、いないとは言わない。多分ね、1% 切るんじゃないかな。独身で忙しすぎて変わらない人っていうのはいる。要は、テレビ局勤務ですとかで、20代から年収1000万あるんだけど、基本的にもう、1日16時間ぐらい働いてるから、家帰っても寝るだけみたいな、お金使う暇ありませんっていう、そういうパターンで使わない人はいる。ただ、年取って結婚して家庭を持つとかになると、変わるんですよ。だから、独身で忙しい人は、まだ、このカーブで、こっち側がこう、コスト上がるをやってない場合もあるんだけど、これはね、家庭を持つと、どうなるかっていうのはまた違う。という気がします。はい。
収入と生活水準が同時に上がったら何も買った感じがしない。まあそうなんだけどね。生活水準、何のデータ？データではないです。もう単純に僕の知り合いの何人の金持ちを見て、そのうちコストを上げなかった人は何人ぐらいかみたいな体感値なので、これは正解ではないと思います。ただ、僕の体感値で言ってるだけなので、信じる信じない任せます。ただ、周りの金持ちの人をちょっと観察してみてください。宝くじ当たったのと何が違う？一緒じゃないかな？宝くじ当たった感じじゃないかな？その中にヒゲさんは入ってますが、ヒゲさんは使うタイプです。普通に、あいつ使ってるな、使う量増えたなっていう、わかりやすい小金持ちパターンです。あいつあのまま不幸になると思います。うん、だからそこを解決するのって人間難しいのかな？ちょっとね、わかんない。僕、自分が普通だと思って生きてきたんだけど、目の前の起きた出来事をずっと見続けると、あまりにみんな生活コストを上げるっていうのを、やりすぎ。やりすぎっていうか、やるのが当たり前すぎて、あ、だ、ヒカキンさんは忙しくてお金使えないタイプ。独身忙しいから生活スタイル変わらないパターン。なので、家庭を持って忙しくなったらどうなるかはまだわからない。いや、芸能人とかも多いよね。すごい、そのお金はあるんだけど、めちゃくちゃ仕事が多くてお金使う暇がないみたいな。まあ結婚するとどうなるかなみたいな。生活水準上げるために働いている。ああ、だからカズレーザーさんもね、多分ね、僕と同じ感じなんですよ。あの人お金使わない派なんですよ。じゃあ結構、わかる。まあカスガさんね。まあでもほら、お金持ってる人にとって家広いって大したことではないからね。でもほら、年収1億円あったらさ、100万円っていうのはさ、年収100万円の人の1万円なわけですよ。ん？合ってる？っていうぐらいだから、20万円の部屋に住むか、30万円の部屋に住むかって、大したことではないんですよ。むしろ、引っ越せる日の時間が取れるかどうかとか、例えばこの部屋契約するのだったら、ちょっと2ヶ月後になるんですよっていうんだったら、じゃあもう今日すぐ契約できるところで10万円高いところにしますみたいな、そういうところで決めちゃったりするんですよ。年収1億で金持ち例外じゃないの。まあまあ、かなり、金持ちな方ですよ。年収1億円って。金融資産で1億円持ってる人って、日本に何人いるんだっけ？ 10万？ 1 億、あ、持っていた。約212万人。すごいね。そんなにいるんだ。へぇめちゃくちゃいるじゃん。210万人ってことは、100人に2人？だから、だいたい小学校で、40人のクラスが2個あったとしたら、まあ、1人ぐらいいる穴ぐらいな。そんな感じだよね。やっぱそう考えると日本って豊かだね。ちなみに世界では3371万人だそうです。いやー、だからやっぱね、日本人はね、金持ちと金持ちじゃないところに分かれてるんですよ。そんなにおるかって書いてるけど、おるんですよ。公務員じゃなれないですね。なかなか。金融資産で1億円っていうことは、マンションとか入らないんですよ。あ、土地とかね。じゃあ多くの、多少給料の高い、仕事をしてる人って、例えば年収1500万とかで、5000万円のマンション買って、ローンって言った場合って、もうローンの支払いにしてしまうので、金融資産で1億円までいかないんですよ。で、例えば年収、じゃあ、1000万円の人って金持ちに見えるんですけど、実際所得税 50% ぐらい持ってかれるので、手元に残るのは500万なんですよ。で、その手元に残る500万で生活をしなきゃいけないわけじゃないですか。じゃあ、例えば、じゃあ、家賃20万円のところに暮らしたら、その時点で、まあ、年間240万円かかるわけですよ。そうすると、手元に残るのは、あと260万。で、その260万の中で、飯食って、服買って、とかってやるわけですよ。そうすると、年収1000万あっても、それなりにいい暮らししようとすると、貯金できるのって、1年間に100万円なんですよ。じゃあ、金融資産1億円を貯めるには何年かかるでしょう。だから、年収1000万円あったとしても、100年ないと、金融資産1億円は貯められないんですよ。っていうので、割とね、金融資産1億円って遠いんですよ。ほら、マンションとか買っちゃうよ、人は。だから例えば、じゃあ、今度年収2000万円になりましたっていうので、年収2000万円だと、だいたい所得税でまた1000万円持ってかれて、で、残り1000万円ですと。その1000万円で、また家賃とか払ってっていうので、だいたいじゃあ、400万円ぐらい使いますっていうと、600万円貯まりますと。で、600万円10年で6000万。でも、その6000万円でだいたい最初にマンション買っちゃうんだよね、人は。で、そうすると、20代から30代でマンション買って、で、今度30代から40代で6000万円。で、40代から50代で6000万円。なので、50歳でちょうど1億2000万円貯まるんですよ。貯金続けたら。なので、年収2000万円ある人が50代になると、ようやく金融資産1億円になるんですよ。で、結構遠いでしょ？っていう話。
違う、これ僕の話じゃない。これは、キウイさん1億円をどう作るかっていう、概略の説明をしただけです、今。まあでもその頃になると、娘がいて、その息子がいて、大学に行って、私立に行って、で、私立の大学4年間行くと、まあ下手すると1000万円コースですよ。一人暮らしとかするとね。で、一人暮らしするのを、じゃあ、2人行きましたって言うと、そこでもう2000万円飛ぶわけですよ。っていうので、またこう、どんどん1億円貯めるのが遠くなるっていう、そういうお話でした。いや、だからね、普通にサラリーマンとか公務員でお金を貯めるって大変なんですよ。で、ほら、さっきさ、その1000万円の人が200万円で貯金100万円ぐらい短縮したじゃん。でも、生活を大学生のレベルで年間100万円ですると400万円貯まるんですよ。で、そうすると10年で4000万円、20年で8000万円になるんですよ。だから、年収1000万でも生活レベルを変えないと30歳で8000万円貯まるんですよ。そうすると、生活レベルを上げないっていう方が、金融資産を作ることにおいては、実は正しい道なんじゃないのっていうのはわかるんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。